どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ダブルツリーバイヒルトン首里城、沖縄の方にね、来ているわけなんですけども、今回ね、このホテルのね、レビュー動画出していきたいなと思っておりまして、いつもね、このホテルレビューの動画っていうのは、ホテルの入り口からね、まあスタートするんですけども、今日ですね、沖縄土砂降りということで、今ね、めちゃくちゃ雨降ってるんですよね。ですので今日ね、ちょっと、ホテルのね、客室からね、スタートさせていただいたわけなんですけども、本日ね、ダブルツリーバイヒルトン首里城ね、一泊お世話になろうと思います。ちょっとね、価格がかなり前の、セール時期に購入して、確か一泊ね、6000か7000ぐらいだったと思うんですけども、まあ、今日ね、2022年の6月4日で、差額だけね、支払って、まあ移動させてもらって、まあ今日泊まってるみたいなね。まあ本来ね、年末年始に沖縄旅行を計画してまして、まあそれをちょっとね、キャンセルした関係で、まあホテルだけね、ちょっと先に伸ばして、まあ今回ね、利用させていただいたっていった形になります。で、今回ね、飛行機で、沖縄まで来まして、ANA9ありましたよね。片道5900マイルで、利用させていただいて、この沖縄にね、来たっていった形になります。片道6000マイル、まあ5900マイルね。かなりすごいですよね。で、今回ね、アップグレードポイントとかも使って、プレミアムクラスでね、来たんですけども、本当にめちゃくちゃ良かったですね。ということで、今回ね、このホテルレビューね、していきたいなと思うんですけども、ちょっとね、今、チェックインさっきして、今ね、4時40分ぐらいなんですよね。で、このホテルにはですね、まあ、ラウンジっていうかね、ハッピーアワーっていうね、ラウンジのようなサービスがありまして、ダイヤモンドステータスの方にね、それがですね、4時半から、2時から6時まで。で、こちらね、ラストオーダーが、5時半ということですんで、あとね、あと1時間ないぐらいしかないんですよね。ですので、ちょっとね、ホテルの客室等々ね、ステータス特典等々ね、皆さんにお伝えする前にね、ちょっと先にね、こちらのハッピーアワーね、行きたいと思います。ということで、ちょっとね、4階のね、チェックインフロアのね、後ろにね、この、グランドキャッスルカフェっていうのがね、あるみたいなので、そちらね、行きたいと思います。ということで、行ってみましょう。どうも。ではね、座席に着きました。こんな感じでね、映ってるかな。これがメニューということで、コーヒー、ごめんなさい、コーヒー、紅茶、ビール、泡盛り、ワイン、ソフトドリンクということで、あとね、なんかおつまみとかもね、つけてくれるみたいなんですけども、これがね、飲み放題みたいですね。かなりいいですね。で、普通にね、レストランっていう風になってるんで、非常にゆっくりね、利用できるのではないでしょうか。私はね、このような窓際の席に案内していただきました。非常にいいですね。ではね、おつまみとビール到着しました。おつまみもらえるのいいですね。しかもこちらはローストビーフ、こちらはゴーヤと何でしょうか、大根とピクルス的な感じですかね。はい、ではいただいちゃいましょう。ではいただきましょう。これ飲み放題で使えるのがめちゃくちゃいいですね。ではちょっとビールいただきたいと思います。ローストビーフだと思います。説明はなかったんですけど、これはローストビーフで勝負になります。コーヒーからはめちゃくちゃうまいです。1万切るぐらいの価格で予約できますので、これ
でお酒飲めるってやっぱりすごいですね。かなりびっくりです。いや、ではちょっとまたゆっくり飲んで客室の方で戻りたいと思います。ということで客室にね戻ってまいりました。いや、ラウンジじゃないんですけども、このハッピーアワーね、めちゃくちゃいいですね。はい、しかもね、2時から6時ということで、4時間ね、使えるっていう風になりますんで、まあ、しかもこれね、アルコールも注文できるっていう風になりますし、またね、軽いおつまみにはなりますけども、こちらもね、利用できるっていうのはね、かなりいいですね。ダイヤモンドステルスね、保有されている方はぜひね、利用してみてください。冒頭にも言いました通り、7、8000円ぐらいでこの客室ね、抑えさせていただいておりまして、こちらね、アップグレードさせて、でいただいてるみたいなんですけども、ちょっと客室の名前がわからないんで、ちょっと あのチェックアウトの際にね、ちょっと聞きたいなと思いますので、ちょっとこれにね出しておきたいなと思います。で、ダイヤモンドステータスの特典ですね。まず Wi-Fi こちら無料で利用することができて、こちらのねアクセスコードがもらえます。こちら多分プレミアム Wi-Fi みたいな感じですかね。コードみたいなのね入れていただいて、利用するっていう感じですね。で、客室のカードはねこれになります。で、あとね、こんな感じで嬉しいですよね。はい。ちょっと映ってるかな、綺麗に映ってるかわかんないですけども、こんな感じで、ダブルツリーバイヒルトン首里城ようこそっていった形で、メッセージカードね、いただきました。あと、こちらはヒルトンダイヤモンドステータスの特典ですね。こんな感じで、紙でね、いただけますんで、わかりやすくていいですよね。ちょっと読み上げちゃいますけども、ダイヤモンドメンバーの特典ということで、客室のアップグレードで、客室でのプレミアム Wi-Fi 無料。それが先ほどのこれですね。このクーポンコードのやつですね。で、マイウェイベネフィットということで、朝食がね、無料で利用することができて、1滞在につき1000オーナーズポイントがね、もらえるみたいです。これ両方もらえるんですね。とって書いてあるんで、朝食と1000ポイントね、両方もらえるみたいですね。で、48時間客室保証っていった形になります。まあ、それ以外のね、特典としては、駐車場が無料、朝食の優先案内、ウェルカムドリンク、毎回1回、お一人様1回ということで、こちらね、11時から2時までの間に、このハッピーアワーとは別にですね、ウェルカムドリンクね、一杯いただけるっていう風になりますんで、11時から2時までの間にね、1回行っていただければ、こちらはね、飲み放題ではないんですけども、1回利用することができます。で、2時から6時までの間は、ハッピーアワーということで、こちらね、飲み放題で利用することができます。いや、これね、本当にめちゃくちゃすごいですね。そんなに高くないね、ホテルでここまでね、サービスしてるって本当にすごいですよね。これはね、ちょっとびっくりですね。こんな感じですかね。はい、ダイヤモンドステータスのね、特典としてはこんな感じになりますかね。それではね、ちょっと客室ね、まだ見てないと思いますので、ちょっとね、客室の方ね、見ていきたいなと思います。そう、ちょっと言い忘れましたけど、ダブルツリーということで、クッキーね、いただいております。このクッキーね、本当に美味しいんですよね。チェックインする際にね。こちら、ダイヤモンドステータス特典とかじゃないと思いますんで、普通にね、もらえると思いますんで、ぜひ、食べてみてください。本当にね、美味しいので。では、客室の方ね、見ていきたいなと思います。それではね、見ていきたいなと思います。今回はですね、こちらです。1416号室ですね。では、入っていきましょう。それではね、中入ってきました。いかがでしょうか。こんな感じになっております。結構広いんじゃないですかね。まあ、今回ね、一人だったんですけども、ツインルームしか確かね、これが一番安かったんですよね。で、これにいたしました。まあ、一人なんですけどね。ではね、左側から見ていきましょうかね。こっち側に電話と、ティッシュ。あと、こういった感じでね、アルコールの除菌シートとかも置いてありますね。あと、ドライヤーですかね。はい、ここに置いてあるのはかなり珍しいですね。で、下に冷蔵庫で、冷蔵庫の中は特に何も入ってないですね。で、引き出し、ここにティッシュが入ってますね。あとホテルの案内が入っております。で、その隣にはテレビですね。どうでしょう、何インチぐらい、40インチぐらいですかね、テレビがあります。まあでも結構このビジネス系のホテルにしては大きいんじゃないでしょうか。で、下にリモコンがあって、ここにね、鏡があります。で、下にね、AC と、AC のコンセントとかもありますね。で、こちらに窓がありまして、結構ね、大きい窓でいいですね。非常に景色が綺麗に見えます。ちょっと今日はね、雨ですんで、あんまり綺麗じゃないかもしれないんですけども、こういった感じで、いいんじゃないでしょうか。かなり綺麗だと思います。で、そうそう、ちょっと言ってなかったですけども、このね、ヒルトン首里城っていうのは坂の上にあるんですよね。
ですので駅からねここまで歩いて20分ぐらいで行けるんですけども、いやねかなり大変だと思います。ですのでまあ空港からバスで行って、バスから歩く、バス停から歩く、もしくは、牧師駅だったかな、そこから、まあ、タクシーでね利用していただくのがねいいのではないのかなと思います。私もですね、ディディっていうねタクシーアプリありますよね、まあ、こちらで、利用していただいて、紹介コードをもらって利用するとね500円クーポンがもらえますんで、まあ、それでねいくらだったかな、700円ぐらいだったと思いますんで、まあ、実質クーポン500円分ね、値引きで利用できるんで、まあ、大体200円ぐらいでね、利用することができました。まあ、帰りはね、晴れてればね、歩こうかななんていうふうに思っております。で、ちょっと話がね、脱線しましたけども、まあ、こういったね、感じになります。で、反対側ですね、こっち側に机と椅子ですね。一脚の椅子があります。で、ベッドです。ベッドはこんな感じになっておりまして、シングルですかね、こちらは。うん。一人で寝る分にはね十分ではないでしょうか。思った以上にね綺麗ですね。はい。で枕元にはこういった形になります。こちらにね電源スイッチがあって AC がありますね。あと読書灯みたいな感じでライトがついてまして、その下に行くと目覚まし時計ですね。でここにね USB ポートがありますね。これはいいですね。はい、こういった感じですかね。台の中にはね特に何もないですね。はい、ベッドね、遠くから見るとこういった形ですね。で、こっち側に行くと、ここにね、お水が2つあります。こちら無料で利用できるやつですね。で、ここにね、AC のコンセントとかがあって、こちら開いていただくと、ケトルとかね、コーヒーのね、スティックタイプのやつがね、入っておりますね。こういった形で、お茶とかもあります。で、氷入れるやつとかもね、ここにあります。で、この隣に、クローゼットですね。ここはちょっと電気がつかないんでちょっと暗いかもしれないんですけども、ランドリーバッグと金庫、あとアイロン台とスリッパもねちゃんとありますね。反対側つけると開けると電気つきますね。はい、こういった形で金庫とアイロンでパジャマですね。これはどういった感じですかね。あ、これはちゃんとセパレートタイプのパジャマですね。これはいいですね。パジャマ持ってこなくていいですね。はい、結構ねパジャマかさばるんでねいつも迷うんですけども、これはありがたいですね。で、客室はね今回1416ということでこのポジションですね。ではバスルーム行きましょう。でバスルームのね手前にはこういった形でね大きい鏡がねここにあります。では中入っていきましょう。では中に入ってきました。お手洗いとねお風呂が一緒になってる感じですね。まず洗面台からですね、こういった形になります。で、アメニティはね、こちらヒルトンと同じやつですね。置いてあります。まあ、一通りありそうなので、特に困ることはなさそうですね。で、この上にタオル類があります。で、こっち側にコップですね。で、こちら手洗う。蛇口がある感じですね。で、お手洗いがあって、反対側がバスルームです。こういった形になっております。ちょっと全部映るかな。これがバスタブっていう感じですね。シャワーが、可動式が1点あるのと、カランがついている感じですね。で、シャンプー等々は、三木本っていうブランドのシャンプー、リンス、コンディショナーっていう感じですね。あ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープっていう感じですね。まあ、バスルームはね、まあこんな感じで、特にね、すごい広いかって言われると、まあそこまで広くはないですね。まあまあまあ、こんなもんで十分じゃないでしょうか。はい。かなりお得なホテルなんでね。上にハンガー類がね、ついております。バスルームはね、以上っていった形になります。ということで、本日はね、こちらに一泊お世話になります。いやね、ここ7、8000円のホテルで、まあ、ここまで設備あったらめちゃくちゃ十分じゃないですか。どうでしょうかね。前回ね、まあ、結構前ですけども、ヒルトン那覇、の方にね、旭橋の目の前にあるねホテルに宿泊しましたけども、そこよりねかなり広いですね。あそこは本当にね結構狭めだったので、ここよりかなり狭かった覚えがあるんですけども、価格帯的にはね同じぐらいなんですけども、ここめちゃくちゃ広いですね。まあアップグレードねしていただいた部分はあると思うんですけども、いや非常に快適ですね。ということで今日のところはですね、ラウンジね、カクテルアワーね先ほど紹介いたしましたので、まあ、今日のところはですね客室でゆっくりしつつ仕事しつつですね、過ごしていきたいなと思います。いやでもねどうでしょうか、
皆さんね、ぜひ意見を聞かせていただきたいなと思うんですけども、本当にねオフシーズンとかめちゃくちゃここ確か7、8、まあ本当に5、6000円の時期とかもね、あの2年、これはもう2年前ぐらいの話ですけども、あった記憶があるんで、いや非常にお得ですね。いやいいということで、今日はねちょっとこの客室でゆっくりね過ごしたいなと思います。で、周辺情報なんですけども、先ほど言った通りね、ここ山の上っていった形になりますんで、一応ファミリーマートがね、あの Google で検索するとね、約10分ぐらいのところにファミリーマートがねあるっていった形になりますんで、まあちょっとね、あの山下っていくっていう風になりますんで、ちょっとね帰りは大変かもしれないんですけども、まあコンビニも近くにあります。で、チェックインカウンターがね一応4階にねあるんですけども、そこの、ね、売店みたいなところが、9時までだったかな、時間の間はですねやっておりますので、まあ、そこでお酒とかねカップラーメンとか、あとあのお土産みたいなものはねそこで購入できますので、利用され、あのなんかね利用されたい方はですね、ぜひね利用してみていただければなと思います。ということで、今日のところはねこんな感じでゆっくりしたいなと思います。ということで、今ね夜の10時ぐらいになりました。まあ仕事をして本当に過ごしたっていう感じですね。一応ねこのホテルにはプールがありまして、まあ、プールね利用することができて、今日も利用できますっていう、ね、話はいただいたんですけども、まあ、今日のところはね、まあ、非常に雨が強かったですし、普通にね、あの今今日6月の4日なんですけども、普通にねあの梅雨っていう感じで、そんなに暑くもないんですよね。ちょっと寒いまで、あの T シャツだけだとねちょっと寒いぐらいなんで、まあ、全然プールにはね入れないっていう感じなんですけども、まあ、プールもね利用することができますんで、まあねこの価格帯でプールもあって、ラウンジ、まあラウンジっていうか、まあハッピーアワーですけどね、あるっていうのはねかなりいいですよね。ということで、今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。ロビーに来ました。ロビーはねこんな感じになってまして、ここはねチェックインカウンターですね。ここの後ろはチェックインカウンターっていう風になってます。はい、こんな感じになってます。で、後ろにね客室用のエレベーターがあって、でこちら側にねレストランがあります。で、今ね朝の5時、まあ6時ぐらいですかね、あと30分ぐらいしたら朝食っていう風になりますんで、どうなんですかね、朝食会場もこちらなんですけど、こんな感じで、そんなにねあのスペースがめちゃくちゃ広いわけじゃないんで、ちょっとどんな感じになるかわかんないですけども、こういった形になります。で、ちなみにねあのハッピーアワーでね飲み物がいただけるのもこちらのレストランっていう風になってますんで、ここでね2時から6時まで飲み放題で利用することができます。いいですよね、うん。で、こちらはね売店になっております。ここでね飲み物とか購入することができます。ではホテルの前に出てきました。こんな感じになってます。どうでしょうか。はい、で、ここにね、ヒルトン、ダブルツリーバイヒルトンの看板があって、ここは駐車場っていう感じですね。まあ、本当に見ていただければわかると思うんですけど、ちょっと山の上に立っててちょっと下がってホテルがあってみたいな感じですね。はい、ホテルから出るのも結構な坂道をね上がってきてる感じですね。で、ホテルの入り口にはこんな感じでシーサーがいます。やはり沖縄っていう感じですね。まあ、こういった感じですかね。では7時半からね朝食が始まりますので、そちらになりましたらねレストランの方行きたいと思います。それでは3階の方にね来ました。こちらはですね、製氷機、まあ、氷の作る機械であったり、あとねコインランドリーとかね自動販売機とかご覧にあります。でね、この見えるかな、ここにねちょっとね座れるようなスペースもありますね。で、こちら側に自動販売機、まあ自動販売機はあれですけど、まあこういった感じで、ちょっとこういった感じで自動販売機と、あとこういった感じで、ね、カップ麺とかも売ってる自動販売機あります。
あとチョコとかね、はい、売ってます。小腹が空いた時にちょうどいいですね。でこちらにセブンティーアイスの自動販売機ですね。で反対側に行くとですね、こっち側に製氷機とコインランドリーがあります。こちらはまあ氷もらうところですね。でこちらが洗濯機です。こんな感じでセットしてあります。やはり沖縄ということで、まあ、海にね行かれる方も多いのあるのかもしれないですけども、こんな感じで洗濯機も利用することができます。いいですね、ホテルに、まあ、洗濯機と乾燥機ついてるのね、かなり利用しやすいと思います。まあ、こういったところでしょうかね。この休憩スペースがあるのいいですね。うん、あのね、お酒の自動販売機はないみたいなんで、お酒をゲットしたい方はあの売店がやってる時間帯にね、あの売店で買うかコンビニに行くか、あとはもうバーとかにね、一応一番上にバーみたいなのもありますんで、そこでね利用していただくっていった形になります。ということで、あとね30分ぐらいで朝食会場開くと思いますので、そちら行きたいと思います。ではね、朝食会場にやってまいりました。朝食会場はね、右の奥の方にあって、あのハッピーアワーとかね行われてる場所とはちょっとね違う場所っていう風になっておりました。でね、思ったよりね大きいですですんでね、結構ねあのお客さんいてもね混み合わないぐらいのねキャパって感じですね。でこういったね沖縄そばみたいなのもあります。ちょっとお尻が悪くて申し訳ないんですが、でそれ以外にもね、ヒルトンオーナーズのね、あのダイヤモンドの会員なのかな、あでもダイヤモンドって書いてあるんで、ダイヤモンド専用メニューですね。こういった感じで特別メニューがいただけます。気を使っていただいて全部お持ちしますって言っていただきました。ありがたいですね。ひとまずあの沖縄そばとこのサラダだけで取りました。あとね、ダイヤモンド会員の特別メニュー見てからね、あの他のもの取りたいと思います。ということで、いただきましょう。ということで特別メニューが来ました。これがね本日のスープですね。これはオニオンスープかな、はい、でこれがウムクジの天ぷらですかね、うん、他に天ぷらのっぽいものがないんで多分これだと思います。でこれが軟骨のトロトロ軟骨早期醤油煮ですね。でこちらはワッフルエッグベネディクトですかね、はい、フレンチトーストは後でお持ちしますって言ってたの、多分そうだと思いますということなんで、非常に美味しそうですね。いただきましょう。で、そうこうしてる間にこんな感じでエッグベネディクトに到着しました。では、いただきましょう。いや、非常にね、今窓際の席に案内していただいたんですけども、めちゃくちゃいいですね、うん、残念ながらあいにくの今日も多分この感じだと土砂降りっていう感じですね、はい、窓まで、ね、雨が当たってますね。ではいただきましょう。沖縄そば入ります。これめちゃくちゃうまいですね。こういったね沖縄の料理がねいただけるっていうのは本当にいいですね。これね、これなんだっけ、トロトロ軟骨早期の醤油煮ですね。かぶりついた方がいいですね。これめちゃくちゃトロトロで超うまいですね。これはうむくじの天ぷら、うむくじの天ぷら、うむくじって何ですかね、ちょっと分からない。これさつまいもみたいな、うん、お芋ですかね。めちゃくちゃ美味しいです、うん、美味しい。シークワーサージュースです。でこれがオニオンスープですね。
卵がね、めっちゃ入ってて、めちゃくちゃ美味しいですね。うん、美味しい。あと、エッグベネディクトだ。いただきます。ちょっとね、ワッフル甘めですけど、非常に美味しいですね。うん、卵の仕上がりもね、本当にめちゃくちゃいいと思います。ちょっとね、一人で撮って一人で喋ってるんで、あの切るところはお見せできないんですけども、非常に美味しいですね。こういった感じですかね。いや、非常にね、めちゃくちゃ種類があっていいですね。では、ゆっくりね、いただきたいと思います。ということで客室にね戻ってまいりました。非常に良かったですね。沖縄のね料理もちょこちょこありましたんで、まあ、非常に楽しめるんじゃないかなと思いましたね。でまたねあのダイヤモンドステータスとかのねあの特別メニューとかもねいただけますんで、まあ、ステータス特典もね十分活かせるのではないのかなと思います。非常にね大満足の朝食でしたね。で思った以上にね朝食会場広かったですね。多分動画の中で言ってると思うんですけども、あのハッピーアワーがね行われているあのチェックインカウンターの向かいのねあのスペースがあのハッピーアワー行われてるんですけども、朝食会場はそこじゃなくてまた奥にね一つでっかいホールみたいなところがあって、まあ、そこがね朝食会場になってるんですね。私はもうてっきりねハッピーアワーがね行われた場所がね朝食会場だと思ってたんで、またね違う場所になっておりましたんで、ある程度ねお客さん入ってもねゆっくり過ごせるのではないのかなと思います。ということで本日の方はですね、今日飛行機はね13時ということで、まあ、ここからね那覇空港までね、あのせっかく沖縄来ておりまして、今日はね今雨止んだんですよね。ですんでねちょっと歩いてあの駅までねあの散策がてら行きたいななんていうふうに思っておりますので、とりあえずね10時から11時ぐらいにはねチェックアウトしていきたいななんていうふうに思っておりますので、今ね8時半ということの、あ7時半か、はい、まだ7時半ということで、ちょっとね仕事しつつですねゆっくりしてチェックアウトねしていきたいなと思います。ということで時刻はですね10時半ぐらいになりましたので、そろそろねパッキングしてチェックアウトねしていきたいなと思います。今回ですねダブルツリーバイヒルトン首里城ね一泊お世話になりました。まあ、価格はね7、8000円ぐらいで、まあ、ちょっとねあの繁忙期、まあ夏のねあのお盆とかそういうシーズンはねかなり上がってしまうんですけども、普段はねかなりリーズナブルな価格にもかかわらずですね、客室もね結構広いですし、またねハッピーアワーね14時からね18時まで利用することができますんで、まあ、お酒もね飲み放題ということでかなりねいいんじゃないかなと思います。ちょっとねあのこの沖縄の首里城っていうこのダブルツリーバイヒルトン首里城と、まあ、ヒルトンダブルツリー那覇旭橋の前にあるねホテル、この2つはですね、まあ、このヒルトンホテルのねあのステータスのね修行の聖地と言われてるぐらいですね、利用されてる方ね結構多いので、まあ、私もね今年あのヒルトンのね修行しようかなと思っておりますので、来年ねダイヤモンド維持したいなと思っておりますので、まあ、今後ねまた来るかななんていうふうに思うんですけども、まあ、非常にね大満足の滞在っていうふうになりました。で今回ね、利用できたダイヤモンドステータスのね特典としては、まあ、朝食ね、まあ、こちらゴールドでも利用できますけども、朝食ですね、あとハッピーアワーですね。でレイトチェックアウトに関してなんですけども、ちょっと明日混雑、あの今日混雑してるんですかね、一応ね聞いてみたところ1時までだったらできますよっていう話だったので、まあ一応ね1時までは利用することができるっていった感じになります。このヒルトンのねこのレイトチェックアウトっていうのは時間が決まってないんですよね。マリオットとかだと、まあ、大体16時までっていうね時間が決まってるんですけども、あのヒルトンの方はねあの何時までみたいなのは決まってないので、まあ今回ね1時まで利用することができたっていった形になります。それ以外には客室のアップグレードですね、こちらのね客室アップグレードしていただきました。まあね、まあ、見ていただいた通りねかなり広いと思うんですけども、この客室もですねちょっとね高麗に出しておきますけども、一番最低価格のねところを予約させていただきましたけども、ダイヤモンドステータスのね特典でアップグレードねさせていただきました。まあ、かなりね広いんでありがたいですよね。まあこういった感じですかね。本当に個人的にはね結構大満足の滞在っていう風になりまして、やはりねあのハッピーアワーがね利用できるっていうのはですね、この価格帯でね利用できるっていうのは本当にすごいですね。あの1杯みたいな感じでね利用できるのかななんていうふうに思ってたんですけども、本当に飲み放題でね利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、アルコールね結構楽しまれる方はですねかなりいいのではないのかなと思いました。
ということで今回ですね、ダブルツリーバイヒルトン首里城ね、一泊お世話になりました。かなりね、大満足の滞在っていう風になりましたので、皆さんもね、ぜひ来てみていただければなと思います。私の動画のチャンネルですね、普段ね、解説動画がね、多いかななんていう風に思うんですけども、まあちょこちょこね、ヒルトンとかマリオットとかね、ホテル泊まって、こういったね、ホテルレビューも出しておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。またね、月額制宿泊サービスのハフ、こちらもね、一応利用しておりますので、またね、ちょこちょこそちらも出るかななんていうふうに思うんですけども、まあそちらもね、興味のある方はぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。